便利と欲望と有毒アフリカの狩猟最終民族である山族は乾燥サバンナの住民です行動域は実に広く北部グループの群では2600平方キロ中央グループでは4600平方キロの広さにわたって狩猟を行っているそうですピグミー族は森の良人で弓矢漁では平均四時間以上弓矢よりも 困難なやり量になると11時間も要するという朝狩猟へ出たら夕方まで歩き詰めですある生命保険会社が行った日本人の運動量の調査で社長さんが動く1日の歩数が500歩程度だったと言いますこれはほとんどトイレに行く歩数です山族やピグミー族の人が日本の社長さんよりも ごちそうをたらふく食べているとは考えにくいむしろその逆ですね社長さんの500歩とまで言わないにしても管理職やデスクワークの人たちの多くが運動不足の状態ですそのような方々は時間とお金を費やさないと運動ができないという状況にあります生活の中にらしい運動がないのだから仕方ありません過去数百万年 私たち人間の祖先はその期間のほとんどを狩猟採集の生活を営んできました。農耕牧畜を始めたのが1万年ほど前です。それでも食料調達が楽になったわけではありません。その後の1万年はほとんど変化のない生活が続きます。イギリスに始まった産業革命がほぼ300年前。生活の基盤が 科学技術の発展とともに大きくシフトしていきますそして現代日本この20から30年の生活の在り方はかつてない方向に向かっているようですそのキーワードは「便利」ですもっと正確に言えば「楽」です不便なことは簡単「便利に」に苦労「苦痛」なことは「より楽」を求めるということに特化されすぎているように感じます 加えて古今東西悪なきは欲望自分の欲するもの願いを満たすことこのようになればよいを求め続けたのですところがこの欲望には落とし穴がありました欲望には際限がなくより良くはあってもより悪くはないほとんどの方が今より生活の質は下げたくないと考えることでしょう 人生50年と言われた時代は肉体労働が過酷で十分な栄養が取れない公衆衛生が整っていないことで寿命を縮めていました現代は体の動かし方が足りないあるいは偏りがある栄養も変色や過食傾向にある物余り社会の中で楽を求めて努力するというおかしな現象に陥っているのです 筋運動が足りなくて栄養が過剰という状態は今の日本の糖尿病人口の増加に顕著に表れています厚生労働省の糖尿病実態調査によると2007年現在で糖尿病を強く疑われる人と予備軍を含め2210万人と推定していますこの数字は成人の約2割になります 調査が始まった1997年には1370万人でしたから10年間でおよそ840万人61%の激増ぶりですもうこれ以上説明はいらないでしょう体はしかるべき不便さ動物らしい筋運動と消欲等を求めているのです簡単便利限りない欲望は 過ぎれば体を害する方向にしか働きません。